吉田さんまあ、セルシオは確かに古い車です今やっぱりねレクサスもだいぶフルモデルチェンジして何回も出てますんでやっぱりデザインの洗練さと未来的なその感覚で言えば内装も込みでねレクサスなんでしょうねでも例えばですよ今免許を取って初めて車を選んだ人から見ると セルシオも初めて見る車レクサスも初めて見る車ローレルも初めて見る車 R34 も初めて見る車トランザムも初めて見る車どれもが新品同様にピカピカに磨かれていたらやっぱりその人のセンスなんでしょうね古いからかっこ悪いとかそういったものってのはやっぱり長くこの業界を見てるからこそ起きるバイアスであって。 初めてこの世界に入ってくる人にとってみたらあんまり関係ないかもしれないですよね。それこそ車なんてのは価格とデザインでほとんどの方が決めるんじゃないかなと思うんですよ。だって今ねどの車もエアコンついてるしパワーウィンドウだしシートはゆったりしてるしそんなに変わんないと思うんですよね。30年前の車だって似たようなもんじゃないですか。50年前になってくるとさすがにエアコンがついてなかったりとかくるくるのウィンドウだったりね居住性が悪かったりとか。 ソファーが破れてたりとかすると思いますけどね。あ、そういえば、あの、GX の71のクレスタとかって、なんかその、田舎のスナックみたいなシートですよね。当時はあれが良かったんですよね。で、さらに、その、内装でシャンデリアつけたりとかするのが流行ってませんでした。ダンプとか、トラックの内装にもシャンデリアつけたりとか、あとシフトノーブがこんなでっかいね、透明のやつでこうやってガコンガコンで回したりとかね。あれは映画の影響なんですかね。 トラック野郎みたいな映画ありましたからね、まあ、今はとてもじゃないけど「トラック野郎」なんて映画はもう新作は見れないでしょうねなんか時代劇に匹敵する古さになっちゃいましたなあれもね、うん「トラック野郎ね」ね懐かしいいってらっしゃい